ご視聴ありがとうございます。今回はブルズアイの得点の出し方についてね、私なりに簡単にやりたいと思います。ちょっと間違えてたりねしたらごめんなさい。こちらになんかいい程よく散ってるサンプルがあったんで、これを元にやりますね。はい、このまず真ん中に入っているこれはまあ10点ですよね。これもそうだし、これもそうだし、でこの迷うこの真ん中の X っていうのがここに書く X カウントになります。だからこれは X は1個 でよく迷うのがこれですよね。もっとアップしようかな。これの場合こことこの間に白い線が見えるじゃないですか。この白い線が見えたら違いますよ。だからこれは X じゃないんですよね。はい、逆にこれどうだろう。これね、見え方によるけど、まあ、もしここの点、ここの青とこの黒の間に白が見えない、見えないように見えますよね。まあ、見えなかったらこれは10点になるんですよ。8点っぽいけどね。これは絶対8点でしょ。これも8点。で、まあ、これは5点、5点という感じですね。だからこれで5点、5点で10点と。これがまあ10点、8点、8点と。でまあ、足していくとまあ合計が出るという感じですね。まあ本当このライン際のやつがね、だからラインに入ってるやつっていうのはもうかぶってるやつはそのいい方になるし、それ以外のこの白いやつが入ってるとこれ8点というふうになると思います。はい、まあ、というわけで皆さんがなんかねブルズアイの、ね、ブルズアイマッチ200とかやってますので、まあ、そういう時のね得点の参考になれば幸いです。ぜひブルズアイマッチ200も今やってますので、オンラインで参加できる気軽なマッチなのでね、思い思いの銃でハンドガンでもライフルでも参加できますので、ぜひご参加ください。ターゲットは PDF でダウンロードできるし、基本的なルールは APS カップのブルズアイに準ずるので、まあ、5メートルの距離からこう中心が140センチでしたっけ、ハンドガンの場合は5メートルと、で片手で、思い思いハンドガンで撃つと。10メートルもハンドガンで撃てるんです。 10メートルの場合は、まあ、特別ルールで両手で撃って OK ですし、まあ、長物をお持ちの方は10メートルから同じように撃つと。この的に対して20発撃ってその点数をオンラインのホームに、ね、入力して応募っていう形になります。商品とかないですけど、まあ、無料なんでよかったらぜひという感じです。はい、ご参加お待ちします。ご視聴ありがとうございました。